どうもエクレです。本日は3月のグランドオープンに向けてやることを簡単にまとめようと思います。グランドオープンは3月29日に来ることになると予想されています。そのタイミングで2023シリーズ1に切り替わり、スピリッツが最大4300まで上昇します。なので S ランク契約書 S ランク 30%、 10%、 ゴールド契約書、自チーム A ランク契約書を貯めておくことをお勧めします。貯めておく期間は2月27日の15時以降の契約書を貯めておけばいいと思います。次に、当たり前ですがエナジーを貯めておくことです。おそらくこの後のガシャ更新は OB 第5弾、侍ジャパン、OB 再臨、ワールドスター再臨などがあると思いますが、個人的に引いてもいいと思うのは、侍ジャパンで大谷選手やダルビッシュ選手が出た時、またおそらく3月に福袋があり、その時に選択契約書があるので、欲しい選手がいる場合は引いた方がいいと思いますが、その他のガシャは基本スルーで問題ないと思います。グランドオープンの段階で各球団4人ずつ登場し、そのタイミングで福袋があるので、自チームの選手が狙いやすい状況となっております。去年はリアタイで必要な高梨選手が4分の1で当たる状況になっていたので、今年もそういう選手がいた場合、エナジーがないと大変なことになってしまいます。なので、せめて1000エナジーくらいは溜まっている状況を作っておきましょう。次に、ユニチケットの交換です。ユニチケットはグランドオープンに伴ってなくなってしまいます。ユニチケット1枚につき500コインを得ることができるのに、交換するのを忘れてしまって、育成に必要なコインを得られなくなってしまいます。なので、ユニチケットのコインの交換は絶対に忘れないでやっておきましょう。最後に、スピ解放用の S ランクを貯めておくことです。今使っている TS や OB 現役選手で、スピ解放していきたい選手がいる場合は S ランクがないと当然スピ解放ができません。なので、スピ解放用の S ランクとして何枚かは残しておきましょう。グランドオープンまでにやっておいた方がいいことのまとめは以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。